カミラ・ジョルジはイタリアマチェラータ出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス26位。これまでに WTA ツアーでシングルス3勝を挙げている。身長168センチメートル、体重54キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。アルゼンチン出身の両親のもとにイタリアのマチェラータで生まれ。 5歳でテニスを始めた。2006年にプロに転校。4大大会では2011年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり初出場。第32シードのツベタナピロンコバに2 6、16で敗れた。翌年の2012年ウィンブルドン選手権では1回戦で、第16シードのフラビア・ペンネッタ3回戦で、 第20シードのナディアペトロアを破る主君を挙げ4回戦に進出した。4回戦では、第3シードのアグニエシからドアンスカニ26、36で破れた。2013年全米オープンでも3回戦で、第6シードのキャロラインをオズニアッキを46、64、63で破り4回戦に進出している。2015年6月のスヘルトール東編ボス大会の決勝で、 ベリンダ・ベンチチオ7号、63で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2015年7月27日付のランキングで自己最高のシングルス30位を記録した。しかし2016年にイタリアテニス連盟との対立が表面化した。フェドカップの代表自体を発表し2016年リオデジャネイロオリンピックも出場しなかった。 2017年1月イタリアテニス連盟は、ジョルジに9ヶ月のフェドカップ出場停止処分を行った。2018年ウィンブルドンでは4回戦で、エカテリーナ・マカロワを6から3、6から4で破り4大大会自己最高のベスト8に進出した。準々決勝では、セリーナ・ウィリアムズに6から3、3から6、4から6で破れた。 2018年10月22日付のランキングで、自己最高の26位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。